オープニングテーマみたいな。はい。雨が降った次の日は必ず水をまだ何も喋ってない。うん、水口を見に行くよね。うん、パイプが詰まっちゃうからさ、うん、葉っぱとか、うん、ザリガニとか、あと砂だよね。へー、うん、なんかパイプが落ち、水が詰まってたんだよね。うん、ちゃんと雨の日の次の日とか体をチェックしに行かないと。これさ、水がそもそもから言うとさ、うちの棚田はさ、水を溜めるじゃなくて流すだからさ、あ、うん、普通の田んぼであれば水を溜めて水筒の稲に育つ環境を作るわけで、だから耕すんだよね。僕は最初から棚田っていうかやるときは立山から出るときだよね。もう水流しっぱなしのできる場所を考えてたからさ、うん、ちょうどいい出会いがあったよね。なんかいちいち水止めてとか人の水の待ちを待ったりしなくてさ、うん、だからうちの田んぼの上に当時4人いたか、うん、僕合わせて5人で同じ水源の水路から取ってて、僕が一番下だったんだよね。だから何も言われないからさ、ただ一番下だから水がないんですよ、うん、来なくなっちゃうんで、みんな水使うときは、うん、3月から5月までちょろちょろなんだよね、うんうん、はい、それは何をしてんの？ここをかけ流しでしてるっていうのと、この玉、水が抜けるっていうのはどういうことなの？どういう関係？あ、同じだよ別に、うん、それは同じなんだけど、うん、条件が違うっていうこと。うーん、何の？水を使う条件が、うん、かけ流しにできるから、うん、なんていうのかな、いろいろ生き物とかもさ誘導できるわけで、うん、なんか例えば3日に1遍しか水が来なくなると、うん、結構ヒヤヒヤもんなんだよね。うーん、なんで？え？どういうこと？ためてるんでしょ？でも溜まってるんでしょ？お水は溜まってるよ、うん、溜まってるけど、うん、棚田だからさ、うん、平べったいところじゃないから水っていうのは必ず低い方に行くからさ、うん、もう持って5日だよね、水が。あ、そうなんだね、うん、うーん、じゃあ5日間貯めて、うん、まあ大体そう5日間ぐらいは溜まってて、うん、その後徐々に抜けていくの普通はね。その棚田の場合、棚田の水がね、なければね、10じゃなければ、うん、うん、棚田で水が10じゃなければってこと。そうだよ、平らなその基盤整備されたところではどうなの？その基盤整備されたところでも水が抜けていくの？まあ、うん、そんな高低差ないじゃん。なんか抜けていかないの？棚田の場合の話をしたの今。そう、うん、自分は棚田だから、うん、5日間ぐらいしか守って5日間ぐらいなんだね、うん、特に耕してないって。そうだね、うん、うん、うん、
それを言いたかったの、さっきね。そうそうそう、うん、でこれは順番待ちでなったらの水源だったら僕はここでやってないんだよ、うん、わざと一番下のところがで使えるっていう条件だったから僕はやった。じゃあ今棚田をっていうか田んぼを選ぶ時の、うん、まあ、自分のその優先条件っていうか、そう、水が自由、うん、で一番そもそもね、そうそう、うん、一番あと、うんうん、優先じゃなくてあと、うんうん、かもしくは誰もやってないところ、うん、だよね。うん、分かった。で結局何がなぜそういうことしたいかっていうと、山から川、まあ、もしくは海っていうこの一連の流れの中に棚田があるから、うん、そこを意識してるんだよね、うん、だそこで止めたくないんですよ、うん、流れを、うん、だから水の流れもそうだし、水が染みていく流れも止めたくない、空気の流れも止めたくないです。うん、うん、はい、もう一回押すんだ。間に隠れて巣を作る、うん、で、ザリガニっていうのはさ、うん、巣を自分の家を持ちたがるからさ、一人一匹、そう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 、うん、一人一匹じゃない、おかしい、人一匹一人家みたいな、一匹一つの家、そう、一つの穴うん、うんうん、で、これが結局田植えちょっと前から始まるんです、シーズンが、うん、4月の半ばぐらいから、うん、6月入るか入らないぐらい、まあ、大体見てると遅くても10日ぐらいまでには自分の家が見つかるんですよ、うん、だから結構穴がさ開くんですよ、うん、自分の、ね、浅い家が見つかるわけですよ、うん、で実ってって言ってさ、棚田の下に行くところの出口がさ、うん、わざとほら夏にさ水を吐くときにさ水たまりにしてるわけですよ、低くして水を何吐けるようにするために、そう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 、低くしてあるわけですよ、うん、だからそこにそもそもザリガニ集まりやすくなってるのね、うん、結構、うん、で身の板んぱの間にさ、うん、我ががさ、うん、身の手をせき止めてる板のところに自分の家を作りたがるんですよ、うん、あ、そうなんだ。それ何、ザリガニにとっては何、隠れ家なの、いい好物件なの、見てると好物件だよね、なんか喧嘩してるもんね、うん、取り合いなんだ。で、ほら僕が取ってさ、うん、で、ポイって休校長の方投げたりするとまた違うやつがさ、うん、あ、引っ越したんだね、感じで感じで、うん、また新しいやつが入ってくるわけですよ。すごい、入居者希望順番待ちなんだね。そうそう、うん、ザリガニの特性っていうのは2つあって、そうやって自分の家を持つっていうのと、うん、産卵時期だよね、うん、産卵時期が春と秋なんですよ。この秋っていうのはさ、すごい大事、前にも言ったけどさ、秋に水があるとやつらはあったかいと産卵するんですよ。100匹いたとしたらもう100匹以上、次の春、まあ、桁が違うよ、1000匹とか1万とかになっちゃうよね、次の年は9月 で、うん、でこの間言ったように軽トラの面が3倍分取れちゃうわけですよ。でこのね、そうそうそう、家を持つの、あ、3つだよね、だから家を持つのと、うん、ザリガニの産卵時期って2つあって、秋と冬、あと水があるところに住むわけですよ、奴らは、うん、だからわざと僕は深いところ作るわけ、うん、あの山際の方は必ず深くしてある、うん、あと身の毛はね、うん、で本当にすんごいいっぱいザリガニが増えた場合はもう水をひたひたにして、うん、
ザリガニを深いところに誘導させる、うんうん、なんだザリガニとの付き合い方がポイント3つあるよっていうこと。そうそうそう、うん、3つあって、うん、で身の手のやつはもう必ず起きることだから、うん、田植えからは必ず6月ぐらいまでは、うん、ずっと見とかなくちゃいけない、うん、毎日、うん、欠かさず、うん、特にあれだよね、5月のゴールデンウィークから20日ぐらいまではもう忙しいよね、やつら。結構な勢いで大きくなっていくからさ、うんうん、産卵時期か、最初がいつって言った？4月、春だよね、うんうん、春、うん、じゃあ今、春に産卵もうないよ、今はない。下子たちじゃなくて、そう、下子たちが大きくなって、うんうんうん、今家探ししてるんでしょ。終わったぐらいだよね、ちょうど、ね、落ち着いてきた。終わった頃、うん、落ち着いてきた、うん、でまた話ちょっとずれるけど、うん、稲を切られちゃうんですよ、ね、あの田植えした後、そう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 、うん、いっぱい苗をね、そう苗をね、うん、でずっと見てるとやつらは切るときは必ず横になるわけですよ、うん、体を横にして切るの。そうそうそう、浮いて、うん、水面に浮いて稲につながり、うん、とよっかかりながら切るんですよ、うん、だから横にならなければいいんですよ、うんうん、横にさせなければいいの。だから水ひたひたにしとけば、うん、全然横にならないの。そうそうそう、ひたひただと横になれないでしょ。浮くから横になれるわけ。へー、稲につかまりながらさ、はー、うんうん、でドイツらが切るかっていう、そう、うん、切るかっていうと赤いやつじゃないんですよ。赤くなる一歩手前のやつら、あの中ぐらいのやつなんです。大人になると赤くなるの。そう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 、うーん、で赤くなると多分だけど、うん、肉食になるんだよね。ああ、それまでは草食なの。雑食。雑食、まあ大人になっても雑食だと思うけど、うん、あんまり肉食ではないんだ、ちっちゃい頃。そうそう、そこまで多分、うん、肉食っていうかハサミ使えるようになるからね。なんかわざわざその野菜じゃないや、稲切る必要なくなってくんだろうね、多分ね。あ、食べるものが他にも、まあ、食べるのかハサミを研いでるのか、うん、わかんない、まあ、興味なくなってくるっていうか必要なくなってくるんだね。あともう一つ、その穴、自分の家のところに稲が来たらもうそもそも切られちゃうからさ、うん、そうで邪魔だもんね。そう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 、もともとザリガニの方が先にいたところに、そう、突然なんか苗が出現したっていう感じだもんね。うん、邪魔だよって言われちゃうだけだよ。うん。で穴が開いてる。うん。それで水をせき止めてるの。そうそうそう、でそこは例えばやるとしたら、うん、ここに住むんですよ。この間を、ね、間、うん、うんうん、ここら辺に巣を作る。この通りだよね。でそんなところに。でここから抜けちゃう水が。それが穴開いてたらペタペタ補修するの、うん、はい、はい、普通だったらザリガニ、みんなザリガニの穴で水が抜けると言うんだけど、抜けてる方渦がさばくわけよ。そうなんだよね、うん、で下のあの渦が巻くんですよ。抜けてたら渦が巻くか、水の流れが、そうそうそう、渦が巻いて見えるんだ。そうそうそう、うん、それかもしくはそこに、うん、例えばうちだったら浮き草があるからさ、うん、浮き草が詰まったりとか、あ、流れてるっていうのが目に見えて分かるの。うん、でもそれ なかったら ないでしょ、見た時もさ、あ、この時もね。そう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 、うん、穴は開いてるけど別に水のそういう流れは見れなかったね。そうそうそう、だからあの黒塗りの動画見れば分かるけどさ、うん、ガッきっちり締めてからさ、下も横もさ、うん、ちゃんと塗ってるからさ、うん、締めてる、あの、そうそう、うん、塗って漏れないように。そう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 、最初にね、うんうん、あぜをね、うん、ちゃんと作ってあるから。そうそうそう、あの、うん、なんかもうしっちゃかめっちゃかな、ただ風の黒塗りじゃないからさ、うんうん、もうちゃんと積み重ねていってるからさ、うんうん、まず染みないように、うん、隙間にトロトロの土を入れて、うん、その次にで大きい土を入れて、中ぐらいの土を入れて、うん、
ちっちゃいの入れて、うん、最後塗る肌、うん、まあ、詳しくはその動画を見ればいいんだけどさ、うん、黒塗り動画が、そう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 、全部見ないと分かんないけどね、うん、うん、そのしっちゃかめっちゃかにただ塗ってる風にやってるっていうのはどういう、ただだからコネコネして、うん、ただペタってくっつけてるだけ、うん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 、そしたらだってもともと穴開いてるところにさただ塗ってるだけだから、もともと穴が開いてるんだ、そうそう、だってさその時までってさ、うん、モグラがいたりとかさ、うんうんうん、必ずいっぱい出てくるわけですよ、黒塗り、僕よりもさもっと後だから、うんうん、4月3月の終わり頃に黒塗り始めるわけだからさ、そうだよね、みんな生き物はさ、うん、動くまくるわけですよ、うんうん、それと同時に黒塗りするからさ絶対隙間はあるはずだもんね、その隙間をなるべく埋めておかないといけないんだね、あぜ埋めるというか表面からその表面に違う違う、うん、生き物が動くと同時にやっちゃうと生き物が絶対勝つわけですよ、うん、その前に生き物が入らないようにしときゃいいわけです、うん、あ、生き物が入らないようにガードしとくんだ、そうそうそう、うん、それができてないと中でもすでに隙間がいっぱいできちゃうってことなんだ、で僕がやってもさ最初のうちってさモグラ出てくるわけですよ、うん、でもそこっていうのはもうそもそもモグラの道だからさ、うん、結局僕の田んぼに行く回数、汗を踏む回数がさ、うん、少ないからやつら動きまくるだけであってさ、うん、僕が毎日行くようになったらもういなくなるわけですよ、察するの、そう察するの、来たよっつって、そうそうそう、うん、うん、黒塗りをちゃんとしてほしいっていうのを言いたいの、そうそうそう、うん、ここに行くんだけど、うん、多分ザリガニが住んでるここら辺ぐらいまでか、そうだね、アゼからさ、うん、20センチもないよ、ここまで掘ってるの、多分ね、うん、もしかしたらここぐらいとかさ、うん、自分で掘るの、そうで、上は20センチ、下もさ、同じだったさ、下の段からまた風邪気があってさ、これとザリガニの穴がぶつかると、うん、下に真ん中がちゃんと、うん、ザリガニが繋がらなきゃいけないんですよね、直接ってはしないから、うんうんうん、ででよく見たらさ、うん、ザリガニで水がたまりませんね、うんうん、邪魔いよってこと、そうそうそう、黒塗りさえ、もうザリガニだけじゃなくてもうモグラ、オケラもうよく言われるからさ、うん、全然違うからそのせいにならないからさ、うんうん、あ、結局さっき言ったように同時にやるからなんですよ、うん、生き物が動くと同時に段取るから絶対それ負けるんだよ、うん、どうあがいてもさ同時にやるって春が春の動くと同時にさ、あ、だから冬の間に田んぼ作りをしておくんだね、なるほど、で始まるよって教えてあげればさ、うんうん、なるほどね、用意準備、そうそうそう、場所を用意してからどうぞっていう風になってるんだ、そうそうそう、そう、 そう、 うんうん、みんなでも田植えの田植えをするのが5月とかだとして、うん、その直前に準備をするの？そう、みんな早い人は3の5月に田植えの人は3月、うん、早い人は3月の終わりぐらいから段取るし、うん、遅い人はもう直前だよね、うん、そうするともう田んぼが、うん、そこに動き出しちゃってるから、そうそうそう、ちょっと遅いかな、でさらにさ暖かくなってくるからさ、4月の終わる頃ってさ、うん、黒塗りしてもさすぐひび入っていくわけですよ、うんうん、だから全然だから止まんないわけですよ、うん、特に素人がやるとさ、うんうん、だってそんなだったら僕はもう波打てれた方が全然いいと思うからさ、うん、あ、そうそう、でも波打たま入れたら入れたで、うん、まあ、それなりにあの気をつけないといけない部分もあるってことでしょ、うん、まあね、うん、それはここで言うことじゃないから言わないけど、うんうん、まあ自分は波板じゃなくてあぜ塗りする方がいいんでしょ、棚田だったらね、あ、そうなんだ、うん、うん、じゃ棚田じゃなかったら基盤整備なんかフラットなところで、うん、もしやるんだったら、うん、もう波板は全然いいよね、あ、そうなんだね、うん、うん、だって横にしか行かないんだから、うん、
だったら横が塞がった完璧じゃんプラスチックになって。波板入れるときはあぜ塗りはしないよ。しないんだ、うん、ただ灰色のやつじゃなくて今黒いやつ、うん、でちゃんとしたやつを。でも一回波板入れたらそれでしばらく使えるの。でもちゃんと波板と土の田んぼの境をちゃんと耕してあげないと染みていっちゃうからね、うん、境を耕す。ここに隣の田んぼがあったとしたらここに伸びてるでしょ、うん、ここをちゃんと耕してあげないとさ、うん、きっちりね耕して踏んだりとかするの。踏まなくていいと思う。耕すだけでいいんだ。トラクターの場合で、まあ、コンキでもいいけどさ。それで水が止まるの。止まるよ。へえ、そうなんだ、うん、うんうんうん、よかった。結局黒塗りがいいかとか、うん、波板がいいのかとかじゃなくてさ、うん、何でもそうだけどさ、うん、なぜ黒塗りから波板に変わったかなんだよ、うんうん、これをちゃんと分かっていかないと意味がなくてさ、うんうんうん、で途中僕が何年やったの、 10年ぐらいやってるのかな田んぼ、うん、2007年からだから13年目か。その間にさ、コンクリートなぜとかさ、やっぱやり始めてるとこあったのね。コンクリートのあぜってすごいね。そう、波板じゃなくてさ、コンクリート、うん、一見さ、こう染みないじゃん、うん、見えるじゃん、うん、これがさ、こう舌をザリガニとかもぐらい穴開けたらもう一巻の終わりなんですよ。あ、 そんなにコンクリートさ、うん、舌まで行ってないからさ、うんうん、そうするともう一巻の終わりだよね、うんうん、だからもう全然みんなやってないじゃんコンクリート。あ、そうなんだ。でもや見てない、 見ないじゃん。ここら辺では全然見ないでしょ。埼玉とかさ、なんだっけ、神崎とかはさ、でも場所の上があるんじゃない、土地柄とか、まあ、あるし、うん、私見たことない、うん、あるんだよねコンクリートなぜって、うん、でもある場所はあるんだ。でも本当にコンクリートがさ良ければさ、うん、一気に普及するはずだったんだよね多分ね、うん、もしてないからやっぱダメなんでしょうね。まあいろいろ試行錯誤というか試したんでしょうけどね。なぜ黒塗りからこういったかをちゃんと分かってあげないと、うん、なぜなの。効率がいいからだよね。あぜ塗りっていうかそうそうをする、毎年毎年あぜの補修をするのを、そうそう、短縮しようっていうか、そのうん、やらなくても済むように。でトラクターの技術でそれが賄えちゃうからさ、うん、その波板とトラクターの技術、うん、波板入れて間を耕せば水が漏れなくて、うん、そう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 、これがだからトラクターが下手くそだとダメだし、波板の入れ方がダメだとダメだし、うんうんうん、結局プロの人の世界なんですよ、うんうん、うわあ。波板だってさ、灰色の昔のやつがさ、うん、ってさ、結局それって毎年取んなきゃいけない。なんかペラペラしてる感じのシートになってるやつだよね。で、稲刈り寸前に取るのよ、みんな。なんかだってあれ結構さ、うん、老朽化しそう。そう、劣化するとか。ね、劣化しそうな感じ。で、あとあれを取ることによって水はけが良くなるから、うん、そうすると棚田の場合さ、すぐ行こう、勢いよく。大変だね、一回一回取るの、ね、だから黒い波板が出てきたんですよ。へえ、進化したんだ。そうそうそう、うん、ただそれをすることによって波板のデメリットはさ、今となっちゃう僕は分かるんだけど、うん、水は染みていかない、空気も流れないんですよ、うん、そこに止まっちゃうからさ、うん、流れが止まっちゃうんですよ。やっぱりある程度染みてはいった方がいいってこと。そう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 、完全に止めるっていうのはちょっと不自然っていうか、特に棚田ではね、うん、うん、フラットのとこだったらいいと思うけど、うん、棚田の場合はちょっとね、うん、やっぱ空気も水も全て湿っていった方がいいんですよ。ああ、でもダダ漏れはダメだよ。そうだよ、うん、脱走一つもないね。これ脱走一つもないっていうのは、うん、あ、一緒なんだね。ケイヨさん、おいで。おいで。おいで。
ゃん。これ田植えしてからどのぐらいですか。もうちょっとまちまちだねこれ。いつ頃から始めたの。2日から始めたかな。ここはこっちが最後だった。これ日付が言うと、ゴールデンウィーク始めから最後がこの年前だからちょっと15日ぐらい、隅っこだよね、隅っこだよね、田んぼの隅っこ僕がやったって言ってるだけ、田植えはね、このままだし2週間ぐらい入っちゃってるって言ってた。稲刈りも変えるんですか。そうですよ、ほな当たり前じゃないですか。でさ、これもう向こうやっちゃえばいいじゃん。稲刈りまでさ、雑草がないや、まあ当たり前なんだけどさ、そうしないように段取ってるからさ、僕の中では当たり前なのね、他の人たちは知らないよぶっちゃけ。例えば僕の言ってることをさ、実践、そのまま実践したら、できる人もいればできない人もいるんだよ。結局なぜできる人とできない人が出てくるかっていうとさ、勝手解釈が入ってくるからさ、僕は岩沢先生の言ったことの通りにやったのね、最初って、そこから観察とか、なんか試行錯誤したりとか、先生の本で読み直したりとか、先生が何が言いたいのかって考えてやってただけだからさ、でも先生の言ってることからなんかはみ出してさ、例えばさ、シンプルなんだよね先生はさ、冬に水張ってぬかを100キロ入れて耕さないっていう、ただそれだけだから、それで7分取れちゃうわけですよ、で、7票取れたわけですよ、普通にね、雑草もある程度出ないし、僕のところは出なかった、もう出ない、最初に出なかったからさ、その通りやれば出ないわけなんですよ。これと同じことをすればいいわけであって、本来であればね。でもなぜか勝手解釈が入ってプラスアルファするんですよ、出来もしないのに。例えば自分のぼかしを作って肥料をあげたとか、ぼかしっていうのは自分の何なの勝手解釈って。だから結局多く取りたいっていうのが入ってくるでしょ、収量を上げたいってなるの。収量を上げたいだけど、岩沢先生は最初は半分以下だぞとかって言ってるわけなんですよ、7票の半分以下だから、3票4票ぐらいの、そこからスタートして徐々に上がっていく、時間を、ね、そう年数をかけて作っていってねって言ってる、でぬかもそのうち減っていくからさ、100キロ出して50キロも減らせるわけね、その計算式が分かってます、でだけど最初の1年目からもう8票とか9票取りたいわけですよ。まあね、農家さんだったらきっとね、まあそれは分かる気持ち、だけど、そこで結局ベースができてないのに、有機肥料入れたりとか、雑草が出た農薬やっぱ使わなくちゃとかなってくると、もうそもそもは分かってないで、上っ面のあれで見えてこないよね。そうそう、全然見えてこないから、まずはそれでしばらく見ない、そうそう見てみないとね、辛抱して、そうだから、うちなんか前田さんのところでやった時は当時田んぼが何枚かあって、1枚は成功して1枚のザリガニがすごいとか、まあ、そういうまちまち、1枚は雑草がすごかったとか、まちまちなわけですよ、それを積み重ねていって、どうにかそれをなくしていく、ザリガニをなくすとか雑草をなくすっていう、それ3年続けてやっていって結局7票超えするわけですよ。超えというのは7票を超えるけど、まあ最大はどれくらい、7票あ8票いかないぐらいだよね、7票ぐらいになるんだ。まあ、平均しても6票はいくんだよね、最終的には、7票の時はもう天候とかも兼ねたりとかするから、
結局7票絶対取れんですよ、先生と通りになれば、うん、それをなぜかこう斜めから必ずみんな見る、僕もそうだったけど、僕は違うな、うん、見る人が多いの、多いんだよね、まあ誰しもそうだと思うけどさ、うんうん、まあ、生活もねかかってるっていうところもあるし、そうかかってるから、そうすると自分で作った堆肥とかなんか作ったりとか、うん、もうなんか要は情報でこうどんどんやっちゃうわけですよ、だからなんか疑っちゃうわけかな、そう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 、そう本当に7票とか取れないんじゃないかなと思っちゃって、うん、先走っちゃって、うん、そうそうそう、いろんなものを自分で付け加えちゃうのかな、うん、そうそうそう、うん、自分もそれはでも分かるの、そういう気持ちは、そうだね、うん、当時は5票で少ないって思っちゃうからさ、やっぱりさ、うん、うまくなっちゃう、別にそれでいいんだって思うけど、うん、あ、そこ、その農家さんで働いてた時はそう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 、やっぱりそういう気持ちはあった、そうそうそう、うん、あったね、うん、でもあったけど、それが5票が、うん、結局雑草出ても5票だったからさ、うん、まあ、そこんなもんかだよね、ちゃんとしたところは7票いってるわけだから、うん、近くさ、うん、超えたりしてるところもあるし、うん、だから年数かけて雑草とかも出ないようになったり、うん、そういうザリガニとかなんちゃらとかも落ち着いていけば、そうそうそう、7票が取れるっていう、あと苗がさ経験積めば上手くなっていくからさ、うん、いい苗になっていくからさ、うん、今となっちゃうもうほぼ 100% じゃなくてもうそうだね、8割型もできるよね、毎朝のところでね、うん、80点いっちゃうよね、自分だ自分で、そう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 、うん、ただでも自分の点数やって、うん、まあ、藤崎さんレベルはもう到底無理だよね、うん、まあ一軒家とオークションぐらいの差があるよ、うん、レベルは、うん、全然違うもんね、うん、クオリティが、うん、農家さんだからね、ほんそうそう本当に、あともう施設が違うもん、ハウスの、うんうん、まあ、話は飛んじゃったけど、なんで分かったの？ヤガガニかな。あ、なったの？うん。ザリガニ、ザリガニの話ね。あ、本当だ。ね、そんな深く行ってないでしょ？うん。隠れてんだね。隠れてるだけだ。家にいるだけだよ、ね。歩いていくの？うん。水なくせばいい。ちょっと。あ、じゃあ今はここに隠れてるので、逆さまだ、田んぼの中には行かないの？行かない、うーん、わざと行く必要ない、田んぼの中に行かない理由は結局は、うん、自分がいるところが深ければ、うん、浅いところには行かないわけですよ、うんうん、両自分のいるところも深いし奥も深いから、うん、で別に居心地いいじゃん、うん、でわざわざ中に入らないってことね、でさっき言ってたその苗をさ、うん、切ったりとかしちゃう、うん、しちゃうっていう風に困ってる人がいるってことなんでしょ、うん、そうそうそう、その人たちはどうなってるってことなの、深水なんだよね多分ね、あ、深いから深いとさ、うん、この逆に深いとどこでも行けるわけですよ、全部が深いと、うんうんうん、差がないんだね、そう差がない、うん、でなぜ深水にするかっていうと、うん、まあ、一つの技術で深水にすると、うん、雑草は出にくいっていう話だよね、うんうんうん、そこにフォーカスしちゃうから、うん、まあ、仮に雑草が出にくくなりました、うん、ザリガニが稲切りました、全く意味ないよね、そうだね、稲がないんだからもうそもそもねそうそう、うん、稲がないのに雑草も心配してるでもそうそうそう、しょうがない、うん、でも段取りがもう間違ってるわけで、うん、もうその時点でね、うん、うん、じゃないですか、穴は、うん、これ穴じゃないな、うん、稲穂、これザリガニの穴じゃなかったの、うん、ザリガニの穴じゃ、うん、で僕はさ、これさ、うん、違うんじゃないって言ったのがさ、うん、顔が見えるんだよね、ザリガニさ覗かせてんの、そう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 、穴のもう入り口までいるから、じゃあもうこれ廃墟なんじゃないってこと、
かもしれないね。うーん、まあ、お家があるけど入居してない。そうそう、それか喧嘩して負けて、うん、空き家になったか。そうそうそう、うん、か食べられたからね、イタチとかにね。ああ、そういうこともあるもんね、うん、でも次もうちょっとしたら多分入ってくるんじゃない、誰か、うん、そうそうそう、はい、あ、これで座りな。現場からは以上です。にゃーにゃー。で結局はさ、うん、まあ、ザリガニもそうなんですけど、雑草が出ないっていうところにちょっと戻るけどさ、うん、その雑草ね、何がしたいかだよね、なんかね、うん、目的を明確にする。 うちのやつは別に僕雑草出したくない田んぼにしたいわけじゃないから、うん、そうじゃなくて、極論を言うと僕がしたいのは邪魔しないだから、うん、うん、何の流れの、自然の流れの、うん、山から川、海、うん、まで行くところの間にある棚田で邪魔したくないわけですよ、うんうん、ん？何の？だから流れ、水の、水の流れとか空気の流れとか、そうそうそう、そういうものが遮られないようにしたいの？そうそうそう、うん、滞らないように、うん、そうそうそう、うん、さあ、いい具合に空気も抜けて、うん、水も抜けてっていう、うんうん、まあ、染みてくるっていうのかね、うん、だからメリハリがある棚田になってるんですよ、うん、今日はごっちゃごちゃになってないでさ、うん、まあ、昨日も言ったけど、うん、ってことね、その差がちゃんとある、あるあるある、うん、田んぼの、うん、田んぼっていうのと、うん、まあ、あぜっていうのとちゃんと差がついてる、うん、そう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 。で今回コロナでさ、うん、人が来れなかったからさ、うん、生徒さんが、そう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 、普段だったらどうしてたの？まあだから来て、うん、毎年だと、そう、終わらせるよね、1週間ぐらいでさ、うん、何人か、その生徒さん何人かで、そうそうそう、一緒に田植えをする。それ一緒にできないから1人1日ぐらいだ、うん、今年はね、そうそうそう、コロナの影響で、そうそうそう、うん、で卒業生も人、マスターコースの生徒さんと被っても一人ずつみたいな感じだから、うん、多くても二人とかだから、うん、でもそうすると終わんないからさ、うん、いつもは 30×30 でやってたんだけど、その植える幅、間隔を、間隔を、うん、今年は 50×50 と 50cm×50cm の間隔で、ごめん嘘だ、 48×48 ね、うん、と、うん、60×60、うん、もしくは 30×60、うん、でちょっといろいろ試してみたんだよね。じゃ正方形じゃなくていいんだね、間隔は。うん、別にね。へえ。うん、で試して、まあ、いろんなもの試してみて、うん、まあ、来年ほらマスターコースもないから、うん、結局数人、僕一人では多分やらないけど数人でやると思うからさ、その一人ずつだったから、うん、間隔をあえて広げたってこと、そう、植える間隔を広げて、そうそうそう、早く終わらせる、うんうん、早くっていうのは早く終わりたいからじゃなくて、うん、なんか短い期間で同じ時に成長させたいわけであってさ、うんうん、同じように成長して同じ時に収穫させたいから、うん、焦ってやるもんじゃないからさ、うんうん、で幅を広げて、うん、植えるやつもさ少なくして、うん、植えるなり面積をしたの、そうそうそう、うん、で水量もどれぐらい減るかとか、うん、まあ、同じかもしれないし、うんうん、うん、そうだね、やってみたね、うん、まあ、結果どうなるかは、ちゃんと肥料っていうか循環できてれば、うん、おそらく同じもしくは、うん、ちょっと減るぐらい、うーん、同じになるんだ。苗の本数自体は減ってる、本数は減らしてない、変わる、間隔を空けただけだから、その分面積は広いってこと？そう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 、うーん、じゃあ全体の収量は変わらないんじゃないかっていう、そうだね、予想だってね、その分張っていくでしょ、うんうん、
空間が広いからね、うん、そうそうそう、雑草はそもそも出ないんだから、うん、雑草に取られる肥料もないわけだし、うん、でそもそもだってもう5年間は循環されてきて、うん、そもそものちゃんとした、うん、と循環できる棚田になってて、うん、ロッピョできる棚田になってるんですよ、そもそもが、うん、その分の肥料も作れる環境になってるわけですよ、井戸の水が、うん、だから別に幅を広げても別に同じことだからさ、うん、逆にちょっと多くなるんじゃないかなって思うけど、まあ、その分なんか立派にというか、そうそうそう、大きく育つ可能性ある、そう、うんうん、なるほどね。60×60 はちょっとささにやりすぎかなと思ったけど、へえ、うん、普段はどういうふうに、普段今までだったら 30×30、うん、じゃあもう倍近く、そうそうそう、うん、でこれがね上から見るとさ、うん、全然わかんないのね、なんかね、あんまりやっぱぎゅうぎゅう、そう、逆にぎゅんぎゅんに見なってる感じじゃないのね、 30×30 が今まで普通だったのが、うん、すごく見てみるとさ、うん、30×30 の方もあるからね、もちろん、うん、見てみるとすんごいギュンギュンに見えるわけですよ、そうだね、これがね 60×60 はすごい僕の中ではしっくりくんだけど、うん、たださ 48×48 の方が、うん、まあ、バランスいいかなっていう、うん、なんとなく見た目っていうか雰囲気、まあ、あの棚田に対しての、うんうんうん、なんか 60×60 としてかなり横着してるような、あ、結構好き、好きな、人間もなんか僕のよく、なんだろう、もう、うんうん、なんかもう嫌々感が出てるような効率よくみたいな、ちょっと気持ちも感じされて、そう、効率よくて数量取れればいいかなみたいなさ、うん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 、でちょっとちょっと人間目線になっちゃってる、そうなっちゃってるから、うん、うん、うん、そうそう、だから 30×30 が悪いわけじゃなくて、そもそも 30×30 ってさめっちゃ幅広いからね、観光の普通の農家さんが機械で植える場合はもっと狭いよ、どんな感じなのかしら、 30×18 とかさ、あ、まあでも30は30なんだよ、横は、あ、でももっと縮められるよ、前田さんとかそうしてあるだけで、あ、それ自分でそういうサイズ感を調節できる、6段階できるから、へえ、壺で植えられるから、へえ、そうなんだ、うん、じゃあ自分でそれを判断して調節できるんだ、そうそうそう、うーん、さすがに60っていう調節機能はないないよえ、最大やっぱ30か、最大30じゃなかったから、あ、15か、15、30とかな、ちょっとド忘れしちゃったな、うーん、いや30の忘れちゃったな、うーん、1ヶ月も、なんか見た目はすごくギュンギュンに見えるけどね、観光農家さんの植えてる田んぼ見るとさ、うん、結構びっちりっていうかさ、うんうんうん、うん、なるほど、まあ面白いよねそれ、まあ、それはやっぱりちゃんとさっき言ったように循環できる仕組みになってるし、肥料もちゃんと取れる、ロッピョ取れるだ、うん、仕組みも年数かけてなってるし、そう、年数かけてっていうのはだいたい何年ぐらい、やっぱ3年はかけないとならないよね、うん、で自分の田んぼは一番長いところで6年経ったからもうか、うん、割とこう落ち着いた完成形というかにはなってる、雑草も出ないようになってるしさ、うん、うん、はい、もっと生き物が増えてもうん、いいのかな、なんとなく幅が広くなるからさ、どんな生き物、わかんない生き物の種類がっていう意味、そう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 、 うーん、うん、なんか今までの生き物と変わりそうな気がするよね、へえ、じゃあ楽しみだね、これどうなるかはわかんないけど、うんうん、結局広くなる分隠れがなくなるわけだしさ、うん、うん、じゃあ最後にまとめてください、今日のなんだっけ、水は水がたまらないのはあなたのせいですって言ってたね、そうだねザリガニのせい、オケラのせい、モグラのせいではない、生き物のせいにしてることが多いの、そう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 、っていう人が多い、多い多い、生き物とあと何のせいにしてる時が多い、
よく聞くのは。だいたい生き物のせいなの？ザリガニが開けちゃってるから水が抜けちゃうんですよ。モグラとオケラ。そうだね。でそれを聞いてて、うん、そもそもだよ、黒塗りをちゃんとしてね。黒塗りする人は黒塗りをしちゃうね。あぜを入れる、あぜシートを入れる人はあぜシートしてちゃんと耕すことが必要。あとその定期的にさ、毎日見に行って、最初にこの動画の最初の頃に出てきた、その水口をちゃんとまずは抜けるっていうかさ、溜まってないってことは水口から水が来ない、滞ってるのかなっていうことで、水口を確認して、で特に雨が降った次の日とか雨が降った後とか、そう、台風なんかはもちろんだけど、大雨とかね、春もね、そういう時に水口に何か異物が詰まってないかなっていうのも定期的に、やっぱ定期的にっていうか、そのまあ前たけしか毎日見てると思うけど、そうだね、そういう風に自分も意識してやること、かな。そうだね、結局そうだね、あとモグラに対して何々がいいとか、ザリガニに対して何々がいいとか、そういうのじゃないから。そうだね、対処これもやっぱり対処療法をしてる限りキリがないね。だったらもう薬使えばいいじゃんって話だから。え、何の薬？ザリガニを殺すさ。あ、そういうのがあるんだ。まあ薬もあるし、石灰撒いちゃえば別にさ、甲殻類を石灰撒くとさ、うん、あの息できなくなっちゃうからさ、ザリガニさ。へえ、でもなんか死んでる死骸が田んぼにいっぱいある感じなのかな。そうだね、死んじゃって。だから結局さ、そういう感情いくと、そこじゃないんだよね。そうさせないように秋にとにかく産卵させ、とか交尾させないようにすればいいだけの話だし、もう秋には水をたまないように暖冬なくちゃいけないし、でそれが人間のさ、役割っていうかさ、その稲を自然の中で育てる時に、自分が意識してできる、その段取りとか役割なんで、それをしていないでいて、その生き物のせいとかにしちゃう、自然のせいにしちゃうとか。で僕はさっき石灰でって言ったら、それ浮いてきちゃって嫌だとか、それもうそれじゃないっていう話なんですよ、ならないのにならしてるのはあなたのせいだから、結局はさ、本当はないのにさ、こうやって段取っててもザリガニこうやって増えるわけじゃん、勝手にさ。そうだね、もうそれが自然だもんね。からさ、ゼロはないんだからさ、でイタチも来れば、モグラも来るし、結局さ、ゼロにはならないんですよ、まあ、ゼロに従うよね。そうそう、ゼロか100かじゃないけどさ、人間ってそういう風にしちゃうところがあるかもね。はい、そういうことです。いいですか、じゃあ、それで、そうですね、そうですね、結果を見て何かするんじゃないんだよ、それが痛いよね。だから 対処療法じゃなくて、事前に前もって分かってれば自分が段取りできることがあるし、分かってくるし、はい、以上です。はい、ありがとうございました。また結構話したね。